覗いてしまった。あれやったでしょう。ああ。もう、結構あれなんよね。あれなんよねってもう終わってんじゃん、それ。いや終わってんじゃん、それ。おい僕たち一生懸命今使ってんの。あ、猫じ来た。あ、猫じ。ピンクチームがあれでございます。早い。すいません。これは想像できておりませんでした、企画チームの方も。あまりにも早すぎる。それは本当にあれですからね。はい。バランスよくあれしましたから。バランスよくはいしたつもりだったんですけれども。よかった。はい。会長チームと話し合って、そう、僕たちが会長チームと比率つきたいって言ってるっていうのをちょっと、あ、オッケー、はい、交渉お願いしますね。交渉ね。会長間違えて入れたってなりません。間違えて入れてるある？過去ありましたからね。いや、その過去間違えて自分のあれだと思って入れてたっていう事件があったので。そのいじりなんですね、それ敵チーム、そうなんですよダイヤは潤沢なんですけど、うん、どっかに売りに行きますか交渉誰に売るのあ、帰ってきた受けて立とうと受けて立とうと勝った、勝ったみたいなでももうちょっと麺を怒って帰っちゃったからな。あ、ごめんなさい。ああ、帰ってきた、帰ってきた。ああ、よかった。ネット回線が無事切れてる。めちゃくちゃ焦ってました。わかりました。切れちゃった。ネットまで？及んでた？あ、危ねえ。あ、危ねえ。危ねえ。切るか。じゃあちょっと最下位は決めますか？プライドとプライドの勝負を。ぶつかり合い。ぶつかり合いいきますか。ちょっと海にはお宝が眠ってるんでね。いや適当言ってます。海賊みたいなこと言う。海賊みたいなこと言うの。いつもビートロールさんでこう対決とかするとき罰ゲームとかするんですか。罰ゲームあるときもあるし、はい、まあないときもあります。あんまりでもなんかがっつり、その毎回あるとかじゃないのか。はいはいはい、はい。結構あるんですか、はいはい、普段。いやでもいやなんか最近でもちょっと。比率付きを求めすぎてる感はあるんで、はい、もうなんか普通のじゃ満足できねえかちょっとあんま良くないですよね最近ね。ちょっと良くない罰ゲームって どいやなんかそのいやちょっと昨日もそのよくこのあボンさん死んだなんか例えばこの鉄線も罰ゲームで負けた人鉄線ねみたいな15分ぐらいの撮影時間で2時間の配信が決定しました、ね。うん、そういうのがしれっとある。ちょうどいい、ちょうどいいんですよね。でやってて楽しいですけど、これ罰ゲームとして最初はやりだしたって感じなの。いや、違う違う。いや、なんか、いや、ボンさんがずーっと鉄線やろう、鉄線やろうってずーっと言うんですよ。はいはい、はい。掘るのが好きで。で、なんかその、はいはい、なんかみんな、またみたいな感じなんですよね、いつも。うーん、みたいな。で、なんか、はい、いつの間にか罰ゲームになりました。あ、もう、でまあ、一つ足りなくなっちゃってますね。やったら楽しいんですけどね。やったらやっぱ、はい、シンプルに、シンプルかつ奥深いんで。競技性は高いと。競技性は高いんですけど。完全に e スポーツですよ、俺。こんな差出るならもう e スポーツ。そうなんですよね。このペースだと本当になんかエンドラ飛ばされそうな気がしました。いやマジでそれだけはプライドが許さん。そんなに早く飛ばすできるもんなんですかエンドラ。あのオンリーはあれなんですよ。あの元日本記録保持者なんですよ。あのエンドラ飛ばすリアルタイムアタックだからもうめっちゃ早い。自己ベストを自己ベストオンリー何分だっけ16分とかですよ。とか20分切ってましたね。20分は切ってる。今タイム測りながらやってたら面白い。タリリリリ